はい、今日もやっていきます。梅ちゃんの喜怒哀楽ゴルフチャンネル、今日も泉ビレッジゴルフガーデンの方でちょっと今日は撮影させていただきます。今日はダーキーさんが練習場のスタッフとして今日はお休みなので、今日はちょっとお手伝いで奈々ちゃんのお兄さんに今日は手伝っていただいてます。よろしくお願いします。お願いします。まあ、僕も編集の子にいろいろ企画はお願いしてるんですけど、今回はお兄さんの方でちょっといろいろ聞きたいっていう形があったんで、ちょっと今日はその一つをまずやっていこうと思うんですけど、前傾角度って皆さんなんかちゃんと理解してるのかなっていうのが僕の中ではあって、実際どうですか？これさ、骨盤から、はいはいはい、そうですね、そうですね、まあ、よくこうシャフトを当てて、はい、なんかまずこう、ああそう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 いうイメージなんだけど、はい、なんか自分で動画撮ると、はい、なんかかっこ悪いんだよね。なんか上半身にゆとりがないっていうか、はいはいはい、重心が上にあるっていうか、そういう風に見える。そうなんです。これプロゴルファーの人も結構、まあ、多いっちゃ多いんですけど、結構外国の選手とかで見てると結構背中がこう一直線になってるような選手って結構多いと思うんですよ、うん、あれって骨盤の動向とかそういうのじゃなくて、本当にまたその構え方の意識で変わります、うん、骨盤じゃないの？骨盤は正直あまり動かしたくないです。マジ？はい、足が一直線についてくるんで、足一直線についてるところに結局骨盤というよりかはこの腰のラインがやっぱこう足にこういう風に勝手に向いてほしいんですよ。これが足だとして、うん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 、こういう風に前傾してほしいんで、うん、そうすると実際はお尻とかもこう丸くなったりしてくるんで、うん、ここの骨盤の位置とかがこうちょっと高くなる感じと前傾がセットになってくれば実際はいいんですけど、それを骨盤で引き込んでしまうとこうちょっと反り腰っていうのになりがちなんで、なってる俺。なりますよね。なってる。そう、結構多いんですけど、そういったのを今日はちょっと説明していけたらと思いますので、よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、ではまずよく皆さんがやる構えをまずやろうと思うんですけど、まあ、骨盤を後ろに引き込む感じでこう皆さんやるんで、ここ今見てもらうと結構お尻が高い位置で間違ってないかなと思うんですけど、ここがどうしてもこう反ってしまうという、結構こういう風に構える人が多いと思うんですよ、うん、なんでそれだとどうしてもプロゴルファーとしての理論なんでちょっと難しいかもしれないですけど、重心っていうものがやっぱり体の中にずっとあるんで、それをやっぱり下にあった方がそれこそ動作的にも伸び上がって加速させたりとか、まあ逆に言ったら沈み込む動作もやっぱり一緒で、重心っていうのをこうコントロールしなきゃいけないんで、まずそこの重心の位置をある程度安定させたところに置くとなると、前傾角度したときに反ってしまうと重心がここら辺に来る。それ何でかって、ここの部分にも張りがあると結局はここが反らないように構えてしまうとこう丸くなってしまうんで、それだとまた違うってなると、ここを反るように皆さんこう姿勢を良くしようって思ってしまうんで、ここの重心をなるべく下に下げる感覚を持つと、うん、簡単に言えばなんかドローインとか、 なんかトレーニングでよく言うんですけど、このへそ下ぐらいのところに溜まってる感覚があるといいのが、実際は皆さんこうやるんですけど、僕は垂直にしたところからこのベルトを後ろの人に引っ張られるような感覚で倒れ込む感覚でいくと反りにくいかなと思います。実際これだと反ってますか？そんなに反ってないかな。そうですよね、反ってないと思う。まず前傾角度の意識でこのポジションに直立した状態から僕は前からではなくベルトを後ろの人に引っ張られるような感じでまず前傾を取ります、うん、でこの状態で実際もう背中の方は実際丸くなりやすい感覚なんですけど、こう丸くなっているところで水落ちのラインを上に引き上げる感じにしてあげるだけで背中っていうのは結構一直線になってると思うんですよ、うん、なのでこの状態が正式的な前傾角度だと思ってもらえるといいです。まあ一番いい基準というのが
なんかこう棒とかをこのベルトのラインにつけて全部を一直線にした状態で、あの骨盤から曲げようと思うと、多分なんかしゃがみ込むような動作じゃないと多分無理なんですよ。それを後ろになるとここが離れていってしまうんで、この位置が離れていってしまうと、どうしても反ってるのと一緒になっちゃうんで、ここをつけるとなると本当に後ろに引っ張られるような感じにしてあげて、重心の位置を整えたりすると、ここが今ぴったりくっついてる。そういう感じで構えていただいて、前傾を取ると実際は体幹部分もこう締まってきたり、前傾角度に対して腕のポジションが安定してくるので、右向いて左向いてっていうスイングもしやすかったり、まあ飛距離にももちろん全然こう体が締まってくればクラブが走ったりするので、すごいつながってくると思います。なのでその感じでちょっとこう違いがあるのをちょっとスイングでやってみたいと思います。はい、悪い方というかよくありがちな骨盤の方でやっていきます。こう構えた状態で振るとで、やっぱ伸び上がりが起きたり、逆に沈んでテイクバック上がってっていうのがやっぱ起きやすかったりするので、前傾角度をキープするのがすごく難しいです。じゃなくて後ろの人に引っ張られるような感覚でまず引いたところで、そこから胸張ってアドレスってなれば、本当にこの状態で回転するだけで前傾角度はキープしやすい。なんでまあそういったのを意識するだけでフェースが揃ってきたりするので、まあ、その辺を参考にしていただけたらと思います。基本大事だね。基本は確かに重心はねすごい下にあるように見える、はい、まあ極端な話を今は伝えてるんですけど、結構こうここら辺が丸まっちゃいけないと思ってる人が結構多いんですよ、うん、これ丸まるってこうやってるのは丸まってるんだ、うん、けどこれが丸まるのがダメなんじゃなくて、単純に重心の位置に対して高いところにいた状態からこう下に下げていく感覚が出ないと、すごいあのスイングが安定しにくいっていうのがあります、うん、なんでまあちょっとイメージで言ったら、このまた下に重たいボールがあって、それをこうやってやったら簡単に確かにあれですけど、それはないので、その状態をキープした、下にぶら下がってる感じをキープした状態で構えれるようなところなんですよね、イメージを。なんで結構こうずしーんって足の裏に体重がかかってくるところを飛ばして、でスイングができるのが一番だと思います、うん、まあ、ただスイングを見てもちょっと違うんで、 2発打ってみたいと思います。はい、皆さんがやるような骨盤をしっかり入れて変形した方がいきます。甘えたりだと、やっぱ安心感あるな。まあやっぱりこの辺が締まってる感じがあるんで、うん、まあ極端に電電太鼓っぽい動かしやすいと思います、うんうんうん、まあ、まずこういったのをこう意識していただけるといいかなと思うので、こういったのをぜひ皆さんやってみてください。はい撮りながらすごく勉強になってうなずいちゃって、ちょっとカメラブレしてるかもしれないありがとうございます、はい、まあ、本当こういったのが良かったなと思えば、チャンネル登録やグッドボタン、まあ、逆にもっと分からなかったとか、こうもうちょっと詳しく知りたいとかがあれば、あのコメントの方もいただければ返信させていただきたいと思うんで、ぜひ皆さんよろしくお願いします。それではまたお願いします。